赤湯温泉桜祭りに合わせ、南陽市の烏帽子山公園ではおととい、勇壮な神輿渡御が繰り広げられました。神輿を担いだのは赤湯神輿振興会竜王会です。桜祭りでの神輿渡御は2017年から行っていますが、新型コロナの影響で今年は3年ぶりの実施となりました。この日は佐賀江市の神輿団体からも担ぎ手が参加し、総勢およそ40人が威勢の良い掛け声を響かせながら公園内を練り歩きました。烏帽子山公園の桜は今月20日頃に満開となり、すでに花が散ってきている状態でしたが、桜吹雪の中をにぎやかに通る神輿に訪れた人たちは笑顔で見入っていました。また担ぎ手たちも久しぶりの神輿渡御に心を躍らせ、時折ジンクを歌って軽快なリズムを刻みながら祭りを活気づけていました。